こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。好きな場所に住む。好きな人と一緒にいる。稼ぐ力を手に入れて自由になりませんか住む場所も仕事も一緒にいる人も自由に選びたい。そのために自分の力で稼ぎたい。しかし何をすれば稼げるのかはわからない。そんなあなたに朗報です。今、Amazon 輸出を使った輸出ビジネスに稼ぐチャンスが到来してます。 輸出ビジネス、転売という行為はシンプルなだけに覚えやすいです。転売の歴史は古く、ナイル川文明の頃、紀元前4200年頃始まったとされます。約6200年の歴史があるわけですから、数十年でなくなるビジネスではありません。転売にはいろんなやり方があります。高く、安く買,安く買って高く売る。これは一見理想的ですね。 高く買ってもっと高く売る。まあ、これが転売だと思っている人が多いです。大量に売ろうと思うと、安く買って安く売るというやり方もあります。コストコ、イオン、ダイソーなどの大企業はこの形式ですね。仕入れが高かろうが安かろうが、まあ、売り値が安かろうが高かろうが、買った値段より高く売れば儲かります。この買った値段より 高く売れる商品を見つける力を身につければ一生ものの稼ぐスキルになります。年金が出なくても大丈夫です。リストラされても大丈夫です。旦那と離婚しても暮らしていきます。そうは言っても買った値段より高く売れる商品を見つけることは転売初心者には難しいです。しかしこれからとてつもない追い風が吹きます。オーストラリアアアマゾンの物販開始です。 え、高収入で物価高なオーストラリアなら、日本で普通に売ってるものが3倍で売れます。オーストラリアは物価が高いです。日本製品は日本の3倍以上します。例えば、弥生県のサバシオ定食が25ドルします。まあ、レートにもよりますけどね、今だと2200円ぐらいですね。で、所得もね、日本の平均所得が420万と。 でこれ見る限りだとね、えー、平均所得の出し方がね、ちょっとなんか高めに出るようにしてんじゃないのって感じで、えー、平均所得420万ってね、えー、若い頃そんな取ってなかったけど、平均で420万なのかと思って見てみると、えー、小さな企業でね、えーで、要は中小企業なんかだと、まあ、平均というのは低いと、ねえー。個人でやってるところだと、平均所得220万。 資本金2000万以下でも、まあ、305万円。ただね、資本金1億超えると400万超えて、10億超えると500万超えると。まあ、大企業の給料がいいっていうのがね、えー、あります。もっといい。まあ、日本の平均年収が、まあ、仮にね、420万だったとしても、オーストラリアの最低賃金、つまり初任給ですね、えー、5万3900ドルより低いです。 これがね、53,900ドルっていうのが、えー、だいたい460万ぐらいですかね、今のレートだとね。で、オーストラリアの平均年収は7万ドル。えー、友働きが多いんで、世帯年収は13万ドルぐらいです。でね、もう所得が全然違うわけですね。しかも、日本みたくね、老後のために貯金してとかっていう習慣はあんまりないです。まあ、あればあるだけ全部使っちゃうと。まあ、なくたってカードで使っちゃうっていうのが、 まあ、標準的なオーストラリアの生活ですね。で、まあ、今からアマゾン輸スト始まればですね、今年9月が、えー、予定されているオーストラリアアマゾンで、が、ま、っぽり稼げます。もしもオーストラリアアマゾンの物販開始が遅れても大丈夫です。アメ,アメリカのホリデーシーズンというね、えー、激しく売れる時期にアメリカアマゾンでも受けることができます。 これは11月24日から始まるブラックフライデー。あるいは毎年ね、の感触を見てると、もう10月末のハロウィンぐらいから結構ね、動きが良くなってきます。まあ、何しろ、稼ぐスキルを身につけるって言ってもね、えー、2年後に稼げるようになりますとか言うんだとね、えー、なかなか、えー、しんどいなという感じなんですけど、まあ、今から始まればね、半年後にホリデーシーズンが始まる。 あるいはね、4ヶ月後にオーストラリアアマゾンが始まるというイベントがありますんでね、えー、大したスキルがつかなくても、この時点でも稼げるようになっちゃいます。でね、えー、稼げる成功体験を経験しながらね、ねスキルを身につけていった方が、それはモチベーションも上がるんでね、えー、非常におすすめの時期というのがあります。で、この稼ぐスキルを身につけてしまえばね、えー、好きな仕事をして暮らしていけます。ね 絵を描きたい人は絵を描くと。別にね、画家だと食っていけないとか言ってもね、他で稼いでは別にそんな高い値段で売ったりとか、まあ、なんなら売んなくてもね、描、えー、いて公開して自己満足してるだけでも OK なわけですよね。で、まあ東京がね、えー、ゴミゴミして嫌いだなと。あるいはね、えー、実家のある田舎に帰りたいなということであれば、えー、田舎、あるいは沖縄に行っても OK と。まあ、なんで沖縄なんかって感じなんですけど、まあ、沖縄ってね、まあ 平均所得低いとかうんぬんとか言われてますけどね、えー、私が言った感じだと、まあ、むしろそれでもね、えー、陽気で、なんかね、活気があるような気がします。だからね、変にゆかりのない田舎に行くんだったら、むしろ沖縄に行っちゃった方がね、まあ、暮らしやすいんじゃないかななんてことを思いました。まあ、あとね、えー、まあ、旦那がいなくたって問題ないと。ね、えー 仕事辞めて専業主婦になっちゃったからね、えー、まあ,あの、うざったいんだけど、うん、なかなか離婚もできんなという方もね、えー、こっそりいるとは思いますけどね、これ自分で稼げるようになってしまえば、えー、離婚も OK と。まあ、かねてから芸能人ってね、えー、なんで離婚が多いのかなと思ったんですけど、まあ、もしかしたら二人とも稼いでるからね、その我慢をしないで離婚するというようなので、ねえー、離婚が多いのかななんていうのをちらっと思いました。 話が脱線しちゃいましたけど、もとにね、何しろ自分で稼げる手段があればね、そういう一緒にいる人の自由もあると。どこにいるか、誰といるか、何をするかも自由に選ぶことができます。この機会に、天板アカデミーのサポートを受けてアマゾン輸出を始めていませんか単に Amazon を始めても儲からないです。しきたりというかね、仕組みというか、 全く、えー、普通の感覚だと理解できないんで、これ何やったらこうなるっての分かってやらないとね、アマゾン室やっても稼げない、あるいはね、えー、すぐに退場させられてしまいます。そんなわけで、えー、自力でやるのはね、えー、ちょっと無理なんで、えー、サポートを受けて始めてください。で、サポートプラン2種類あります。ねえー、個別サポート。えー、もうアマゾン室のサポートの準備から、 安全、えー、室で、まあ、細かく何を売るとかね、これどうすればいいんだというのをもう本当に手取り足取り教える個別サポートプラン。まあ、これがおすすめのプランです。半年のサポートがついて55万円です。でそれからもう一つマニュアルサポートプラン。まあ、こちらはね、スカイプであれこれ状況を聞いたりっていうのがなくて、あとね、商品選びの質問が使えないです。 まなぜかというと、商品選びっていうのはね、何を見に行ってどうだったとかね、今まで何やったとか、そういうのを細かく聞かないと、なかなかサポートできないんで、その部分を削ってしまってます。ただ、そこが一番難しいんでね、予算があれば個別サポートプランがおすすめです。予算がなければね、その自分で持っている商品とか安い商品からね、売って試行錯誤しながら、え、ー やっちゃまずい商品だけ教えますのでね、それを避けて商品を見つけてってください。でどちらのプランにするか迷ったらですね、とりあえずこの個別サポート、転売を特別サポートをお申し込みくださいで。申し込んでいただいた後ですね、45分のスカイプ、あるいは電話で相談を受けることができます。まあ、その際にどんなサポートかね、確認していただいて、あじゃあやっぱり個別サポートにします。 あるいはね、ちょっと思ってたの違うんでね、サポートやめますというのも可能です。で、もしもイ、イメージと違うな、サポートやめときますという場合はね、この手続きしていただいた5万円は返金いたします。そんな形で、今日の午後11時までサポート会員募集してます。この機会に Amazon 室始めてみてはいかがでしょうか。ご応募お待ちしてます。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。